埼玉県立朝霞高等学校は、埼玉県朝霞市にある公立高等学校、1963年に創立した、全日制単位制普通科、定時制普通科を設置。一学年の学級数は、全日制8学級、定時制2学級と多くの生徒が在籍し、朝田の略称、愛称で呼ばれている。かつては、死刑期 朝霞駅からの路線バスがロータリーまで乗り入れていた。運動部、文化部問わず部活動は非常に盛んである。特に山岳部がインターハイ、関東大会への常連である。また剣道部が関東大会に出場したほか、水泳部、野球部、ハンドボール部、卓球部、サッカー部など数多くの部が県大会に出場。 文化部でも美術部や書道部などが県で入賞している。また、JRC 同好会やゲートボール同好会などの同好会もあり、合わせて40の部、同好会が活動している。なお、定時制でも部活動を行っており、野球部、バスケットボール部、卓球部、バドミントン部などが活動している。埼玉県の防災拠点校に指定されている。2000年に完成した。 体育館には、ソーラーパネルや、備蓄倉庫、地下タンク、雨水を貯める貯蔵などの設備がある。シンボルツリーのケヤきの名を冠した、ケヤき会館では、バレー部やバドミントン部など多くの部で、校内合宿を行っている。また、屋上の天文台は、県内でも数少ない施設で、例年、地学部が、星見の会を開いている。他に、武道場や屋外50メートルプールも有しており、 施設は充実してる。作詞が谷川俊太郎。作曲が湯浅ージの効果は2番まで。公式サイトでは効果を聞くことができる。ありがとうございます。